雲防圏は中華人民共和国古北省少交換市に位置する県。雲防は湖北省中部、交換平原東北部に位置し、東は高南区、西は王城市、南は神川市、北は安陸市と接する。県域は平原により構成され、緩やかな北高南帝の地勢を構成している。雲防圏は古代京州の地であり、春秋時代は国、 戦国時代は祖国に属した。新朝により中国が統一されると、前221年に安陸県が設置され、南北朝時代まで添い重ねされた。550年、正義により安陸県南部に運望県を新設、県地を運望城に設置し、安州の管轄とした。1069年、北総により運望県は陳に降格となり、 安陸圏に編入されたが、1086年に、運望県を服している。1119年、安州が徳康府と解消されてから、民末の1643年、理事政が古北で政権を樹立し、運望県を片州と解消された一時期を除き、運望県に解消、新末まで添いがさねされた。中華民国が成立すると1913年の、 不正廃止に伴い古北省、高官道に移管され、1926年の同性廃止に伴い省直轄となった。1932年、古北省は11行政ただしさ察区に改編され、運暴権は第五区されている。国境内戦により、中国共産党の実行支配下に置かれると、1948年4月に熊高県が成立し、 中原海報区交換区学中選所の管轄に置かれた。1949年、雲高県は運暴県に解消され、湖北省交換選区に移管1959年11月、交換選区が武漢市に統合されると、その管轄下に置かれた。1960年8月、運暴県は一時安陸県に統合されたが、 1961年12月に再設置され交換線区の管轄とされた。1970年交換線区は交換地区と改称、さらに1993年に交換地区の廃止と地球止としての交換市が成立するとその管轄とされ現在に至る。県政府は農業と工業の振興による経済政策を推進している。農業分野では野菜、 食肉、大豆、工業分野では、包装資材、医薬品、食品加工が主である。ありがとうございます。